タコスだぜ。はい、こんにちは。高知に来ました。字が違うぞ。エリアの向こうは、雷雨の世界でした。晴れのち好天など高知では日常です。移動にちょっと時間かかるので、今のうちに装備について説明。今回はライトボーガンなわけですが、例のごとく装備慎重をサボっておりまして、武器以外、ゼルレウス戦からの完全使い回しでございます。反面教師と、この装備でもいけますよという勇気づけを兼ねる、まさに一石二鳥ぐわ。自分を正当化する努力は惜しまないよなお前って。お待たせしました。これが今回の相手です。山くらいです。山つかみにそっくりですね。山つとあんま変わらないような気もしますが、植物の生え具合が結構違いますね。まあでも、でかくてまずそうな空飛ぶタコという、大まかなフォルムは同じですね。ガスの見た目通り、睡眠付きのタックルです。こいつは状態異常攻撃が豊富で、睡眠、毒、麻痺の3つ全てを使ってきます。地面から木を生やしてきました。状態異常のエキスパートであると同時に、モクトンの使い手でもあるわけです。地から外来甲虫を吐き出してきました。これは山つかみもやってきますね。違うのは、この外来甲虫を攻撃すると山くらいにすっ飛んでいくという点です。で、5発命中させるとこんな風に墜落させることができます。墜落させる方法は他にもありますが、これが一番簡単じゃないかな。墜落を3回させると V 破壊も達成されるので、積極的に狙っていきたいですね。さて遅れましたが、さっきからやってるこのマシンガンみたいな射撃について、ブーラリー、ブラブラー、耐震なんて知らないのです。これは速射の強化版でして、超速射と言います。あらやだそのまんま。装填した弾が尽きるまで連続で速射可能、しかも弾一つあたりの連発数がどんどん増えていくという代物です。見た目のインパクトから、フロンティアの名物の一つになってたような気がしないでもない。火力も強烈で、昔はガンナーといえばこれという感じで、ヘビーを不遇に追いやっていた原因でもあります。今となっては当の昔の話ですがね。今のライトとヘビーは、好みや相性によって使い分けができるくらいのバランスは取れてるはず。まあそれ以前に、ガンナーというカテゴリー自体が剣士に押され気味なわけですが。それ言うたらあかん。とはいえ、それについても最近はだいぶ改善されてきてると思います。特に大きな一石だったのが、この山くらいです。見ての通り1本ずっと宙に浮いてるため、剣士だと攻撃しづらい。しかしガンナーであれば問題なく、ギミックによる墜落も狙いやすい。剣士よりガンナーの方が明らかに有利になれるわけです。ここ近年はそういったモンスターがおらず、剣士が圧倒的に主流だったため、そこに待ったをかけたモンスターと言えます。今更ですが、山くらい3形態変化してますね。どうでもいいけど、こやつの略称は山くでいいのかな？なんかしっくりこないんだけど。まあそれは置いといて。フィールドの外側の地面が緑色になってますね。これは上に立つと、足元から木が自動的に生えてきて吹っ飛ばされます。動いてれば当たりませんが、超速射は足が止まるのでね。まあフィールドがない内側にいればいい話なので、これ自体は差したる問題にはなりません。問題はこれだー。動く。ヤマツの代名詞であるダイソン、しっかり継承しております。適正防御力なら即死はしませんが、大ダメージは免れないし、毒付きです。毒対策なしでギリ耐えとかすると、空中で毒ダメにより移ってしまいます。予備動作はちゃんとあるのですが、吸引力が尋常ではなく、近くにいると高確率で予測可能回避不可能となります。遠くにいれば対処しやすいのですが、そこを前述のフィールドが邪魔します。そういう意味では厄介なギミックと言えるでしょう。そして山くらいさん、さらに形態変化。全身が燃えるような紅に染まりました。こいつ自体が、紅葉した山のようです。
天気も快晴になり、一気に雰囲気が明るくなってきました。しかし山くらいの攻撃はさらにきつく。というか大体竜巻のせいできつくなります。この周りをぐるぐる回ってる竜巻、削りがバカにならない上に何度もぶち当たってくるんですよ。もちろん、他の攻撃で瀕死になってるところへのとどめにも大活躍です。超越ヒビー。あ、電気攻撃ですね。この携帯でようやく麻痺を使ってきます。だが無意味だ。このくらいの距離なら届かないっぽいです。蜂の巣にしてくれるわ。超越ヒビでダメージはさらに加速した。さて、今回はいつも以上に喋ってない気がするアルさんよ。そろそろ例のやつお願い。いつもこんなもんだろ。山くらい。別名、浮き峰だこ。ではなく、保留。モンハン知らないという視聴者に説明しよう。こいつ、こんななりで言うと呼ばれているのだ。どう見てもタコです本当にイカ役。浮竹だこ、元 F 学友山つかみに酷似しているが、関連性は今のところ不明。あれそうなのか。祖先か何かかと思ってたよ。タコっぷりは相変わらずだが、山津とは違うところが結構ある。苔どころか草木が生い茂っている。ひれ、歯、目の色が違う。胴体の下側から無数のトゲ状の部位が生えている。などなど。この草木はメデポルタ周辺では見られない植物であり、山くらいの養分を得て成長している。また、落ちた種は急速に成長しそして枯れる特性を持つ。忘れてましたけど、その種を攻撃して2本の木を生やすことで墜落させることができます。あと、睡眠突進予備動作時に触覚を攻撃することでも墜落させられるらしい。これは普通に知らんかったわ自分。前述の大雷光虫当てと合わせて、3つの墜落手段があるわけです。その大雷光虫についてだが、山つかみ同様体内で飼われている。体内環境が外部と大きく違うため、大雷光虫は大きく変異している。これも山津と同じ。しかし前述の通り、こちらの大雷光虫は攻撃すると吹っ飛ぶ。そして宿主に帰還という名の特攻をかまし、果てには墜落させてしまう。あれ？山津のより劣化してね。あっちの大雷光虫は、外敵にのみじばく特攻する、優秀で忠実なしもべだったというのに。まあ大雷光虫そのものの性能は激増してるがな。固有を撃墜させる小型モンスターなんて他にいないよね。言ってるそばから山くらいさん落っこちてます。種からの木で落ちたっぽいですね。スコープだとエフェクトがすごいよ超速射。そういやこいつの名前の由来って、まず間違いなくこれだよね。そう考えると、山つかみはこっちが有力かな？今までこの二つのどっちかわからんかったのよね。よし終わりっと。断末魔の動作中に剥ぎ取りできるのも山津と同じですね。本当はこいつ、もっと後にやる予定だったんですよね。まあ前回の鳥と同じですね。素材集めに借りに来たのでついでに撮影し、もう動画にしちゃおう、という感じです。基本的には実装順に動画にしてますが、気まぐれで普通に変わるのでご了承。こいつのたこ焼きはちょっと作ってみたい気もする。まずいだろうけど、ユエルさんの料理よりはマシのはず。アルメタにでも食わせてみるか。胃袋が取れました。その中で雷光虫が繁殖してるんだとさ。よく溶けないな。どういう仕組みになってるんだか。山津の汚い歯と違って、高く売れそうな歯だこと。でも実際は胃袋の方が高く売れるという。それではご視聴ありがとうございました。おまけその1。
超速射を装填数十発分も撃つとこうなります。その発射数、なんと95。人に撃つとこんな感じ。あばば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 ば山くらいの吸引による引き寄せって、肉焼きで止められるんですよ。だから持ってったんですけど、使う暇もなく吸い込まれましたね。それじゃ、続いてのおまけ2号。おまけその2。逃げる前に閃光玉。マニアったようですね。降りてきました。クシャルさんです。今回は G級、それも得意個体に挑みます。早速の新行動、ツイントルネードからの滑空。真ん中にいれば竜巻は当たりませんが、そこに滑空してくるという仕組みですね。そしてこちらも新行動、スラーク F の点の方です。この方のコンセプトは瞬発力。従来のモードチェンジという概念がなく、一部の攻撃アクション時のみ剣に変形し、瓶を消費します。その主な動作がため攻撃で、これが主力です。また、特殊受け身と抜刀ダッシュができる、機動力に優れた方でもあります。急転換防風ブレス。そして発動しました。初登場スキル、転雷。移動、攻撃、回避によってキャラ名の下のゲージが溜まっていき、最大まで溜まると発動します。しかし、最大になる前に攻撃を受けて吹っ飛ばされると、ゲージがゼロになってしまいます。のけぞりや尻持ちなら大丈夫なものの、被弾しない立ち回りが求められます。で、発動時の効果がこちら。これらが1分間続きます。発動厄介、制限時間付きとあって、満載かつ有用なものが揃っています。特に目を引くのがどこでも弱点特攻ですかね。これは通常の弱点特攻と重複するので、弱点肉質に攻撃すれば物理肉質プラス10となり、非常に強力です。回避距離アップなんかも、スラーク使いにはかなり嬉しいんじゃないでしょうか。まあこの武器は素で回避距離アップついてるけど。さてもうお気づきの方もいるでしょうが、このクシャルさん、あまり飛びません。あまり対空しない、と言った方がいいかもですね。得意個体のクシャルは対空、攻撃、着地が一連の動作になってます。つまり、浮いても攻撃動作を一回した後に、確定で降ります。つまりそういうことです。対空しまくりの本家クシャルとは大違いです。攻撃自体は強く、迫力満点に、それでいて嫌がらせ要素はなく、貧相だった地上技のレパートリーも豊富になりました。パクリでいいから、本家のクシャルもこれにしちまえよってくらい、素晴らしい出来だと思います。ダウン時の激しいヘッドバンキングや、頭の判定に小ささがそのままなのは残念ですが、でもその不満を帳消しにするくらい、従来の問題点を解決してると思います。あ、そしてこの行動。G級のクシャルは、麻痺らせるとこのようにカウンターをかましてきます。ルコトレギにしかできなかった、マッチューに動くという荒技をやってのけてます。しかしカウンター後にもがく時間を含めると、暇をさらす時間自体は増えてるんですよね。あ、続いて毒カウンターも来ましたね。毒時間終了時、このように毒弾を飛ばしてきます。わかってないと大ダメージですが、わかってさえいれば対処余裕です。そして毒ダメージは、今までの10倍にもなっており、間違いなく有効です。カウンターはあるけど、見切れていれば今まで以上に毒麻痺は効果的、という感じですね。しかしこんな技、どうやって身につけたんだか。ゴーシュ前世時代に、毒麻痺弾をぶち込まれまくったから対策した、なんて噂があるそうな。ドーン、ドーン、ドーン。近くにいるとかわしきるのが難しい三連撃です。しかしこれも、予備動作さえわかってれば対処できます。このツイントルネードは滑空後に確定で威嚇します。
予備動作を見たら後方に走り、クシャルの着地点に移動することで攻撃チャンスにできます。滑空にビビって左右にダイブは NG です。竜巻はでかいし持続時間長いしゆっくり動くしで、判定時間長すぎてダイブですら回避が困難です。スラークは対空時でも攻撃できるし、瓶装填もできるので取れる行動が多いですね。V 破壊もしやすいし、相性いいと思います。ていうかむしろ、相性悪いモンスターっているかな?あまり思い浮かびません。パッと浮かんでくるのは、山くらいくらいですね。え?なんだって?は、わざとじゃないぞ。とにかく、天の方は万能で、どんな相手にも安定する気がします。主力のため攻撃が、一撃離脱とラッシュを瞬時に使い分けられるので対応力が高いです。他二つの方と違い、味方を吹っ飛ばす攻撃が一切ないため、パーティー戦にも向いてます。ただ、火力はランの方の方が上です。完全に慣れきってる相手なら、ランの方の方が早く枯れるでしょうね。超越ヒビいけますが、まだ発動しませんよ。そろそろエリア移動するはずなので。空来た。謎のブレス連発。たまに起こるんですよねあれ。あれやったら直後にエリア移動します。うおっと。まだ竜巻残ってたんか。エリア2に移動しましたね。戻り玉使えば一瞬だな。と思ったけど、クエスト開始時に使ったんだった。わ、走るしかないのか。戻り玉ないと、あそこまで走るのは面倒ですね。そうだ。どうせだからこっちで走ろう。普通のダッシュより速いしスタミナも消費しないしね。当然瓶は消費しますが、このダッシュだけならヘリは緩やかです。あと、このダッシュからも剣モードの攻撃につなげることができます。ちょうどいいところで瓶もちょうどいい感じに減ってるので補充。スタミナも回復し、準備万端。こっちには超越ヒビがありますからね。このエリアにで仕留めてやるぜ。さてそろそろ、いつもの行くか。あ、スモールホークさんの真似しかしてない解説者だ。うるせえ。てかそこまで言ってるなら中途半端に包み隠すなよ。クシャルダオラ。固有木、交流亜木、クシャナカ。別名、交流。固有種だが、その中ではかなり生態についての研究が進んでいる。ドスの看板も務めたし、プレイヤーにとっても固有の代表みたいな感じではなかろうか。風や天候を自在に操作する能力を持つ。そのため、クシャルダオラの出現地域はかなりの悪天候になっていることが多い。そして自分の体を包むように旋風をまとい、鎧をなす。これにより外敵を吹き飛ばし、弾丸や弓矢も引いてしまう。この能力は体内の特殊な器官によるものだとされ、毒によって器官を衰弱させると一時的に封じることができる。またその器官は角と密接な関係があるらしく、角を破壊されると風をまとえなくなる。別名の通り、全身の甲殻は鋼の強度と性質を持つ。この甲殻は肉や骨と一体化しており、これによって鋼で覆われながらも自由自在に動くことができる。飛行能力も驚異的なレベルであり、このことから風昇竜とも呼ばれる。さて、立夏全部発動可能です。もうちゃんと強化してますからね超越ヒビ。一人でも十分発動できるようになってます。そしてこの攻撃。ふふ、墓穴を掘ったな。攻撃後の威嚇で隙だらけだー。終わっちゃったよ。当てた後の効果が見物だというのに。まあ綺麗に決まったからあまり言わないでおこう。ちなみに現在、7月11日の21時30分。あと2時間半で前回から1ヶ月オーバーですかね。もはや安定のギリギリ。最近白猫だけでなく、シャドウバースにもハマり始めてしまいましてね。シャドバは相手ターン中よそ見できるから、その間に動画を進めよう、とか思ってたんですが、結局夢中になって動画ほっぽり出したりとかね。まあでも、この1ヶ月という期限だけはなんとか守っていきたいですね。じゃないと本当にサボりっぱなしになってしまう。コンの武器出し出しほど小回りは効かないとはいえ、このくらいなら十分ですね。下僕を吹っ飛ばせないのだけは残念。
それではご視聴ありがとうございました。